お前、今月の給料だけなぜか随分いいな。私はさすがにごまかせないと思い、正直に話すことにした。それはね、実は、たまたま販売成績が1ヶ月だけ良かったからって調子に乗ってんじゃねえぞ。少し稼いだからって何様だ。え？私の名前はみゆき、25歳の会社員。私は化粧品会社で働いており、現在は販売員として現場に出ている。夫と出会ったのは合コンで、夫は3歳年上で中小企業に勤めている。夫は付き合っている時からとても優しく、結婚したとしても好きに仕事をしていいよと言ってくれていた。まあ今思えば当たり前の発言だろうと冷静になれるのだが、当時の私は仕事が大好きで、結婚したら仕事を辞めるように言う男性とだけは一緒になりたくなかったから、夫の言葉にときめいてしまったのである。2年ほど付き合った後、夫と私は結婚。結婚後に初めて一緒に暮らし始めたのだが、最初から驚かされた。夫は全く家事をしないのだ。料理はもちろんのこと、掃除も洗濯もしてくれない。今思い返すと、付き合っている頃に夫の部屋に行った時は極端に物が少なかった。ミニマリストなのかなと思っていたが、単純に家事が好きじゃないから物を減らして汚れないようにしていたそうだ。そういえば冷蔵庫の中身も飲み物しかなくて、食材はほとんどなかった。結婚後もそんな風に物が少なくて食に興味がない状態だったらよかったのに、結婚した途端私に家事を任せられると思ったのか、真逆に変わってしまったのだ。一緒に住み始めて自分専用の部屋が一つできたことで、夫は趣味のものをどんどん買うようになり、食事に対してもやたらと口を出すようになった。現在はレコードにハマっているようで、古い洋楽のレコードを買い漁り、部屋のプレイヤーで聴いている。たまに鑑賞用と聴く用の2枚買ってくることもあり、それについては本当に理解に苦しむ。そして食事についてだ。一人暮らしの頃はほとんど外食かコンビニ弁当で済ませていたくせに、結婚後はやたらと手作りの料理を指定される。私だって仕事で疲れて家事をサボりたい時だってあるのに、お惣菜を買ってきたら怒るし、たとえ作っても丼物などの一品物ですら怒られる。めんどくさいなと思いながらも、結婚後に価値観が違うことなどはあるのかなと、私はできる限り夫の要求に合わせるように頑張った。食事のことに関してさえ頑張っていれば、夫は他のことはあまり口には出してこなかった。仕事についてあれこれと言われることもないし、義両親との付き合いとかについても無理に義実家に行かされたりなどはないので、その辺は楽だった。それからは特に問題がなく結婚生活を続けられた。必ず手料理を求められるのは最初のうちは大変だったが、最近は同じ食材で複数のメニューを仕込み、作り置きをしておくなど、要領よくやる方法を見つけたので何とかなっている。そんな中、嬉しいことに私は販売員としていい成績を残し、本社に異動となった。ずっと前から望んでいた本社勤務になり、私はとても嬉しかった。だが本社勤務となると、今までよりも仕事の忙しさも責任の多さも段違いだ。だから私は夫にこのことを言えなかった。きっと夫のことだから、そんなんで家事がちゃんとできるのかと苦言を呈してきそうだったからだ。この頃から私は夫に対してすでに信頼感というものをなくしていたのかもしれない。本来なら喜ぶべきことを私は夫に報告できなかったのだ。本社での仕事は覚えるべきことが多かったが、同時にとてもやりがいを感じた。そして上司も同僚も優しくて、私に丁寧に仕事を教えてくれた。その日、職場の人たちは私の歓迎会を開いてくれるということで飲みに誘われた。私は絶対に行きたかったので、夫に LINE をして、今日は飲み会になったと連絡。それからはスマホをサイレントにして飲み会に参加。同僚や上司たちの仕事感だったり、他にもいろんなことを聞けてとても楽しかった。夜21時に飲み会は終わり、私は駅へと向かいながらスマホを開く。え？何これ？私はスマホを開いて驚いた。夫からありえない数の着信と LINE が入っていたのだ。 LINE の内容は次の通り。俺の飯は？ったく、飲み会とかいきなり言うなよ。家に帰ったら作り置きくらいはあるんだろうな。おい、帰って冷蔵庫開けたら何もないじゃないか。ふざけんなよ、晩飯くらいちゃんと作れよ。おい、まだ帰ってこないのか？
腹ペコだぞ、さっさと作れ。おい、いい加減返事しろ。私はびっくりしてその場に固まってしまったほどだ。すると既読がついたのを確認したのか着信が入った。恐る恐る電話に出る。もしもし。おい、ふざけんなよお前。第一声から耳が壊れるほどの怒声。今どこだ。今は駅だけど。じゃあ帰りにスーパー寄れるよな。ええじゃないだろ、帰ってきてさっさと俺の飯を作れって言ってるんだ。まだ食べてないの。外食だったり出前だったりいろいろできたでしょ。はあ、なんでお前の都合で俺がわざわざそんなことしなきゃいけねえんだよ。料理は嫁の仕事、ちゃんと作れよ。ほら早く帰ってこい。そう言って夫は一方的に電話を切った。私はこれ以上怒らせたら大変なことになりそうだと思い、電車には乗らずにタクシーを拾ってスーパーに駆け込み、適当な食材を買って家へ帰宅。夫は帰宅した私を鬼の形相で睨みつけてきた。そして私が慌てて台所で調理している後ろでしつこく文句を言ってきた。俺が飢え死にでもしたらどうするつもりだったんだ。ああ、俺の稼ぎでこの広いマンションに詰めてるようなもんなんだぞ。たかだか化粧品売り場の販売員がよ、調子こいてんじゃねえよ。さすがに夫のこの言葉には私も腹が立った。ちょっと、たかだか化粧品売り場の販売員って何よ。みんな誇りを持って仕事をしてるのよ。少しでも綺麗になりたいと思っている女性を応援するために私たちは一生懸命働いてるの。それをバカにするなんて許せない。はあ、ぶっちゃけ化粧なんてしようがしまいがどうだっていいことだろうが、チャラチャラした趣味嗜好のものだろう。そういうので商売やってるやつらってほんと信用できないんだよな。まあ別にお前がそういうところで働くのは構わないけどよ、家のことはちゃんとやれよ。私はもうブチギレてしまい、もう知らない、自分で作ればいいじゃんと言って調理をやめて自分の部屋に入った。夫が何やら怒って叫んでいたが、もう知らない。寝室には行きたくないので自分の部屋に寝袋を敷いてさっさと寝た。翌日から私は夫のために家事をしなくなった。食事もすべて自分の分だけ、洗濯や部屋の掃除だって自分の分だけにした。夫は気に入らなかったようで、ぐじぐじと文句を言ってきたが無視。気にせずに出社し、それからは好きなだけ残業した。そんな生活を1週間ほど続けたとき、夫が話があると言って私を居間に呼んだ。私は面倒くさかったが、夫がしつこいので仕方なく話を聞くことに。すると夫は1枚の紙をテーブルに置いた。それは私の給料の源泉徴収票だった。しまった、引き出しに入れたままだった。お前今月の給料だけなぜか随分いいな。私はさすがにごまかせないと思い、正直に話すことにした。それはね、実はたまたま販売成績が1ヶ月だけ良かったからって調子に乗ってんじゃねえぞ。少し稼いだからって何様だ。どうせラッキーでお前の売り上げが良くてインセンティブかなんかもらったんだろ。それで浮かれて飲みに行ってって感じか。いや違うけど。なんかおかしいと思ってたんだよな、急に態度変えて生意気になって。だけどな、こんなことは長くは続かねえからな。またすぐに元の給料に戻るぞ。分かったら俺の言う通り家事を中心にしてつつましく生きろ。私は一気に夫への気持ちがなくなった。この人には何を言っても無駄だ。おそらく私に優しかったのは自分よりも下だと思っていたからだろう。そして家政婦として好きに使えると思っていたのだろう。私にはもうこの人と一緒に暮らしていく体力も気力も残っていない。一刻も早く離れたいという気持ちが湧き上がってきた。もう無理、離婚して。私はこの言葉を自然と口にしていた。あ、離婚。夫は一瞬黙った後ニヤッと笑い出した。そうかそうか、お前離婚したいのか。一度言った言葉は取り返せないからな。夫は奇妙な笑みを浮かべながら自分の部屋へと戻っていった。何なんだ気持ち悪い。離婚するのかしないのかどっちなんだ。だがわざわざ夫の部屋まで行くのも嫌だったので、私も自分の部屋に戻った。そして一人暮らし用の部屋をネットで探し始めた。翌日仕事後に早速内覧に行った。職場から近く、とてもいい部屋だったので即決。すぐに契約し、いつでも住める状態にした。そしてその後家に帰ると、夫がニヤニヤしながら私を待っていた。
めんどくさいなと思いながらスルーしていると、夫は私の目の前に離婚届を突きつけてきた。俺の分はもう記入してあるからな。俺はいつだって離婚したって構わないんだぜ。少し冷静になって考えろよ。誰のおかげで生活ができているかってことをな。そう言って笑いながら夫は自分の部屋へと戻っていった。まったく、どこまで勘違い野郎なのだろうか。私が離婚を迫られたら困るとでも思ったのか。私は翌日、昼休憩の間にすぐに役所に行き、離婚届を提出。そして少しずつ荷物を新居に移し、2、3日後に完全に引っ越した。家事をしない夫は、フライパンとか鍋が棚の中からなくなっていても全く気づかない様子だった。私は気づいていない夫をそのまま無視して、新居での暮らしを始めた。最初の数日間は私が家出して実家に行っているのだろうと思ったようだが、1週間も帰ってこないので夫は私に連絡してきた。おい、今どこだよ。なんでそんなことをあなたに教えなきゃいけないの？ああ、お前まだ懲りてないのか。意地張ってないでさっさと帰ってこい。あの、もう私たち他人なんだけど。え？離婚届出しておいたから。え？じゃあ切るね。ちょっと待てよ。何？お前、本気で離婚届出したのかよ。ええ、だってあなたもいつだって離婚していいと思ってるって言ったじゃない。だからって普通出すか。あなた何か勘違いしているようだけど、私は別に販売成績が良くて給料上がったんじゃないのよ。え？本社に異動になったの。だから基本給が一気に上がったの。あなたのプライドを傷つけないように黙ってたけど、今私はあなたより給料が上よ。そんな。自分よりも給料が低くて家事もできないのに、モラハラをしてくる男なんて誰が夫婦でいたいと思うの？離婚されて困るのはあなたの方なんじゃない？とにかく、私にはもう連絡してこないでね。そう言って私は電話を切り、着信拒否にしてやった。電話越しでも夫が落胆しているのが伝わり、とてもスカッとした。その後、共通の知り合いから聞いた話だが、元夫は一人であのマンションの家賃を払うことができず、解約して単身用のマンションに移り住んだらしい。しかし、結婚後の趣味に散財する癖が取れず、部屋の中は趣味のものでいっぱいに。たちまちゴミ屋敷となり、悲惨な生活を送っているらしい。散財しているから貯金もできず、部屋が汚いので女性も呼べず、一人寂しい生活が続いているんだとか。本当にいい気味だ。一方、私は職場の上司と交際を始めた。彼はとても紳士的で、元夫なんかよりも給料が全然上なのに、家事もできて気遣いもできる理想的な人だ。夫としても人としても尊敬しているので、彼と一緒にいられる時間はとても楽しくて幸せな時間だ。これからも仕事も恋愛も楽しんで有意義な人生を生きていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。